岩を動かして、いや無理だろさすがに。そんな細い腕でさ動かせる、あーもう埋まっちゃってるし、もう動かすっていうか埋まってるんですけど。でもあれなんかめっちゃ動いてるよ。これあら、これは藤岡弘天もびっくり。こんな軽いんだ。